僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。おはようございます。2018年3月11日、日曜日、時計の針は9時2分を回りました。本日もここ沖縄県西海岸にあります日本一人口の大井村、読谷村、32の古墓、そして101の感動体験ができる場所、体験王国紫村サテライトスタジオから10時までの1時間生放送でお届けしてまいります。ナビゲーターのたっちゃんです。よろしくお願いいたします。さて、3月11日日曜日ということでね、今日沖縄県、そしてここ読谷村は晴天に恵まれて、ね、朝から、ね、太陽も顔を出していい一日になりそうですね。まあ、3月11日といえば、ね、皆さんもう、ね、今日の今朝の、まあニュースだったり、ね、新聞等などでもね、見たかと思いますけども、ね、忘れてはならない日ですね。この東日本大震災から今日3月11日で7年ということで、はい、新聞の方にも記事が掲載されておりましたけども、鎮魂の祈り全国で東日本大震災今日7年、ね、本日3月11日発生から7年を迎えた、9日現在の警察庁のまとめでは、岩手、宮城、福島の3県を中心に死者は15,895人、行方不明者は2,539人に上回る。11日は、本日ですね、全国各地で追悼行事が行われ、発生時刻の午後2時46分に合わせて鎮魂の祈りが犠牲者に捧げられるということでね、記事の方もね、掲載されておりましたけれども、毎年ね、3月11日に来るたびにあの7年前の、ね、ニュースを思い出すんですけども、ぜひね、皆さんこの年に1回、この3月11日、ね、いつ震災がで、どこで何が起きるか分かりませんのでね、はい、いつ、ね、起こってもいいようにって、まあ、自然災害いつ起こるか分かりませんので、はい、日頃から備えを、ね、していただいて、また今日というこの3月11日はね、はい、また震災についてね、深く考えていただきたいなと、そういう
風にね、なっていければいいなと思います。さて、ね、そんな大事な3月11日、ね、ここ読谷村ではまた、観光情報番組読谷ラジオもね、1時間お届けしてまいりますので、ラジオを聞いている観光客の皆さん、ぜひね、聞きながらここ読谷村にも観光に来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。その頬なここで本日のドライビングナンバーをお届けいたしましょう。県出身アーティスト、しおりスマイル。
お届けしました。本日のドライビングナンバー、県出身アーティストしおりさんでスマイルお届けいたしました。この曲はですね、なんかこの震災がね起こった当時ね、みんなを勇気づけるためのね、この復興ソングね、ということでもね結構おなじみ深いと言いますかね、私の中で印象の強いそんな、しおりさんのスマイルね、今日はお届けさせていただきました。ということで、お届けします観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時11分を回っております。ここ体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしております。さて、ここからはですね皆さんの気になるお天気お伝えしていきましょう。3月11日沖縄気象台発表、天気概況からですね、本日は、沖縄本島地方では明日12日にかけて空気が乾燥する見込みです。火の元、火の取り扱いに注意してください。沖縄地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。続いて中南部のお天気ですね、本日は晴れマーク一つですね。はい、降水確率心配なさそうですね、1日中 0% となっております。そして、気になる日中の最高気温なんですけども、本日は21度とね予報が出てますね。昨日でした、ね、一昨日まででしたっけね、本当に寒い、ね、日が、ね、続いてましたけども、今日はまた一段と違って、ね、太陽が顔を出して、ね、観光日和、そんなねマリンレジャーとかでもねいい最適なそんな日になるんではないでしょうかね。はい、ぜひ。でもね日中最高気温21度という予報出てますので、まあ十分ね水分も取りながら外でのねマリンレジャーとかね観光を楽しんでいただけたらなと思います。また外でお仕事されている皆さんもね、はい、こまめに休みながら水分補給しながらまた一日ねお仕事の方も、頑張っていただけたらなと思います。以上、本日の沖縄のお天気でした。さて、ね、生放送でお届けしているわけなんですけども、ね、先ほどからユーストリームご覧のになっている皆さんは ね外の様子が、ね、何かいつもと違うなって、ね、思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、今日ですねここ体験王国紫村の駐車場でなんかとあるイベントが行われるみたいですよ。軽くご紹介しましょうね。くくる読谷サーキットよりモータースポーツイベント スーパードリフト開催のお知らせです。沖縄のモータースポーツはここから始まる3月11日日曜日、本日ですね、読谷村くくるサーキットにて朝9時よりモータースポーツイベントスーパードリフト開催。最もかっこよく迫力ある走りをするのは誰か、自分とマシンの限界に挑むギリギリの戦い。入場料は1000円だそうですよ、ね、どうぞ皆さん足をお運びくださいということでね、ただいま9時からもうスタートしております。 ねかっこいい車がずらっと並んでおりますよ。ぜひ、ね、興味ある方、ね、観光でいらして、あ、こういうイベント行われてるんだってね、ラジオ聞いて、はい、ぜひ足を運んでみてください。入場料は1000円となっているなってますね。はい、ということで CM 挟みまして、まだまだ続きます。観光情報番組読谷ラジオです。
CM を挟みまして、時計の針は9時16分を回っております。体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でナビゲーターたっちゃんがお届けしております。先ほどお伝えし忘れましたので、ここで、皆さんにメッセージのね、メールアドレスお知らせいたしましょう。まあ、地元の方はもちろんですけども、もちろんって言ったらあれですね観光でいらしてる、ね、皆さんもぜひこのラジオをね、聞いてるそこのあなた、この番組までメッセージ送ってみませんか。はい、ということでメールアドレスですね、 FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp、 すべて小文字の FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp でお待ちしておりますのでね。はい、懸命に観光情報番組よみたんラジオ、まあ、よみラジーなどね、書いていただきましたらすぐね、確認することができますのでね。はい、よろしくお願いいたします。さて、この第2コーナーはね、このコーナー進めてまいりましょう。このコーナーです。読みたん、何でも調査団。ということで、読みたん何でも調査団、どこにでもある、でもそこにしかない、読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読みたん何でも調査団。さて、このコーナーはですね、まあ、ガイドブックにも載っていないね、読みたん村のね、ディープでコアな情報をね、まあ、さらに掘り下げて、ね、お届けしていく、そんな読谷なんでも調査団となっております。ね、今日お届けする、ね、場所はですね、まあ、これから春そして夏に向けて、ね、ここ読谷村でもね、一度は体験していただきたい、そんなね、まあ、お店といいますか、ね、素敵なね、場所となっておりますのでね、ぜひまずはこちらをお聞きいただきたいなと思いますよ。さん、よろしくお願いします。はい、そしてお隣は、はい、福井県出身の小林博之です。はい、同じく小林さん、よろしくお願いいたします。さあ、一度まずですね、チャバグアという名前なんですけれども、こちらチャバグアさんはどういったこの経緯でつけた名前なんですかね、お名前の方は。これも僕がつけさせてもらったんですけど、もともと僕昔からダイビングしてまして、うん、で、チャバっていうのが、はい、タイ語でハイビスカス、言葉なんですか。はい、はあ、ハイビスカス、はい、で、グワーってのはもう沖縄の方言ですよね。あ、チャバグワーですね。はい、あ、なるほど、チャバグワーではなく、はい、チャバグワーですね。はい、あ、なるほどなるほど、ウチナーグチっぽく来た感じで、はい、ダイビングがタイでスタートして、はい、沖縄でやってますっていうのを両方表現したくて。あ、もう、あ、そう、え、はい、ご主人も タイで、ダイバング、ダイビング、はい、スタートはタイですね。スタート他の、例えばダイビング以外にも何かこういうの提供されてるっていうサービスとかあったりしますか。うん、主人はダイビングで、はい、私は水中ビーチフォトっていう、来ましたね、はい、撮影をさせていただいてます。タイトルにも入れさせてもらいましたけども、水中ビーチフォトって何ということで、こちらの水中ビーチフォトが今奥様の方から、お言葉あったんですけれども、こちらの水中ビーチフォトってのは ちなみにどんなものを。こちらが、ドレスとタキシードを着て、はい、で、砂浜でも写真を撮るんですけれども、はい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 、そのまま海の中にも入って、ドレスとタキシードのままですか。はい、そうですね。すごいですね。で、サップボードだったりとか、あとはフラワーシャワーだったり、で、泳がれるっていうことも、はい、方もいらっしゃいますので、ちなみに、その、なんだろう、素人考えなんですけど、はい、ドレスとかタキシードを着て、まあ、海の中にね、はい、入るっていうのはどうしてもこう動きにくいんじゃないかとか、はい、入るのってなんでなんだろうとか考えたりもするんですけど、これなんかやろうと思ったきっかけとかってあったりするんですか。もともと主人がダイビングショップを立ち上げようっていうことのお話になった時に、私は正直ダイビングはライセンスは持ってるんですけど、仕事としてできるレベルでは
なく、私はもともと約10年間ブライダルのプランナーの仕事をさせていただいてたので、じゃあダイビングとウェディングをくっつけられないかっていうことで、はい、海の中に入っちゃおうって言ってってことはその海の中での挙式を。そうですね。なるほど、はい、素晴らしいですね。おすすめのダイビングスポットとか読谷さんありますか？そうですね、読谷はやっぱザンパ、あのザンパ岬の下、はい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 、あれがもう洞窟とかとっても面白いですし。あそこ洞窟あるんですか？いっぱいいます。へえ、はい、あの海に潜って、海に潜って、へえ、水中ね、あのオナソの青の洞窟とかも有名なんですけど。ありますね。それもうダイバーでしか行けない、あの水中の洞窟もいっぱいあるんですよ。海なんですね。この番組を見たり聞いたりしてる方々にぜひあの PR をカメラに向かってよろしくお願いいたします。じゃあまず奥さんの方から。はい、はい、ドレスとタキシードを着て沖縄の綺麗な海空を全身で体験いただける、本当に今までにない撮影になってますので、ぜひぜひたくさんの方に体験していただければと思います。はい、ありがとうございます。そしてじゃあご主人の方もよろしくお願いします。はい、はい、そしてね、読谷村の、まあ、ザンパの海っていうのはやっぱケラマとかとっても有名なんですけど、やっぱケラマにも負けない洞窟であったりとか、もうカメも見れますし、クマノミもいますし、ダイビング的にもとっても面白いところなんで、ね、あの県内の方皆さんぜひ一回も見てみてください。ということで素敵でしたね。はい、トケシにありますダイビングハウスチャバグアさん、ね、ネーミングも素敵ですけどもね、水中ビーチフォトね、素晴らしい体験じゃないですかね。まあここ沖縄県、そして読谷村もね、まあ西海岸に面している場所ということでね、素敵な海がいっぱいありますよね。そんな海でまあね、この今から結婚を考えられている、ね、新郎新婦の皆さんとか、ね、ぜひ興味ある方は、ね、体験してみてはいかがでしょうか。まあ、砂浜砂辺とかでもね、この写真大丈夫らしいんですけども、ね、水中の中、海の中ですねねえ、すごいですよ。私も写真、ね、見せていただいたんですけどもね、本当にね、綺麗なまたね仕上がりになるんではないでしょうかね。はい、また綺麗なね海の中でね、青い空の中で、はい、ぜひ水中ビーチフォト、またねダイビングもね同じくやってらっしゃるということなので、ぜひお問い合わせしていただいて、興味ある方は体験してみてください。読谷村土手市にありますダイビングハウスチャバグアさん、ね、連絡先が 098-914-4201 098-914-4201 となっております。ま、もしくはですね、メールアドレスチャバグア @gmail.comね、どちらかでお問い合わせよろしくお願いいたします。素敵ですね。はい、ということで、本日の読谷なんでも調査団、読谷村土手市にありますダイビングハウスチャバグアさん、お届けいたしました。ここで CM まで曲をお届けいたします。ここ読谷村が生んだキロロさんで帰る場所。
CM を挟みまして時計の針は9時31分を回っております。体験王国紫村サテライトスタジオから引き続き、ね、観光情報番組読谷ラジオ、ね、お届けしておりますわけですけどもね、今日は本当に太陽にも恵まれていい一日になっているんではないでしょうか。ね、先ほども軽くご紹介しましたけども、ね、大気王国紫村の駐車場ではですね、ただいま、ね、イベントが開催されておりますよ。ね、くっくり読みたんサーキットより、モータースポーツイベントスーパードリフトですね、はい、駐車場ね、すべて埋め尽くすかっこいい車でね、ずらーっと並んでおりますね。ぜひこのラジオ聞いてね、スーパードリフト、ね、なかなか見れないと思いますのでね、はい、ここ、くくり読谷サーキットでただいま9時より、ね、このスーパードリフトを開催中でございますので、ね、ぜひ興味がある方、まあ、入場料は1000円ということなんですけども、はい、ぜひ興味がある方は足を運んで、ね、迫力のある、ね、走り見てはいかがでしょうか。よろしくお願いします。それでは、ね、どんどん進めてまいりましょう。はい、引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしておりますのでね、はい、メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp すべて小文字の fm786@fmyomitan.co.jp でお待ちしておりますので、ね、よろしくお願いいたします。さてね、今日は3月11日ということでね、オープニングでもお伝えしましたけども、東日本大震災からね、本日で7年ということでね、はい、各地またね各ね都道府県ではね、追悼行事なども行われてるみたいですけども、はい、改めてね考えさせられるものもいっぱいありますよね。今日はですね、少しばかりまあこの日に合わせてですね、まあ、観光で、ね、連日沖縄県そして読谷村も観光客多いんですけども、観光地でもし万が一、ね、そういう、自然災害、ね、地震だったり津波に遭われた時に、ね、どう対応すればいいか、ね、いざならないと皆さん、ね、本当に何だろうね、考えないというかね、まあ、日頃からそういう対策とかね、考えられればいいんですけどもね、実際起きないと、ね、本当にわからないものがたくさんありますからね、そんな時に、ね、今日情報といたしまして、ここ読谷村で万が一ねこの、災害が行われた時に、まあ、この避難場所といたしましてね、この読谷村が出しております、ね、マップというのがありますので、ハザードマップですかね、はい、こちらの情報をもとに軽くご紹介いたします、ね、もし、ね、観光途中に、まあ、地震などに遭われたときに、ここ読谷村であればですね、この避難場所、ね、各小学校とかね、公民館もね、この避難場所ということで、ね、ありますけども、まあ、一番、ね、なんだろうな、まあ、役場ですね、はい、役場の方にも、ね、この避難場所がね、設置、避難場所の一覧ということでね、取り上げられてますので、役場そしてですね、その他にも、ね、各、学校ですね、小学校などあと、公民館そしてですね、ザキミ城公園なども、ね、避難場所に当てられてますね。あとはね、公園関係も多いですよ、はい、なのでね、ぜひこのハザードマップ、地元の方はね、各家庭に、ね、行き届いてると思うんですけども、まあ、観光で、ね、起こした皆さんはね、このハザードマップというのはね、なかなか見ることがないと思いますので、またね、この村のなんだろう、防災無線って言えばいいんですかね、またね、この放送などを聞きながら、またね、速やかに行動とかね、安全対策していただきたいなと思います。そして、まあ、地震と伴って、この津波ですね、
はい、まし、津波のハザードマップもありますので、こちらの、ま、避難場所として取り上げられているのが、ま、役場をはじめとする、各、ね、公民館だったり、ね、小学校などもございますね。そしてですね、セーラーの森公園、ね、あちらはですね、比較的ちょっとね標高が高い場所になっておりますので、セーラーの森公園、ね、もし万が一津波などの時はこのセーラーの森公園も目印にね行かれてみてください。あとはですね、カデナ自動車学校だったりね、はい、様々ありますので、はい、こちらの方もご紹介しておきましょうね。はい、特にまた読谷村は、はい、まあ、西海岸に面している場所、そしてね、各なんだろうね、市町村っていう、あ、市町村じゃない、地域がまたね海に面してますのでね、はい、なのでもし万が一何かね災害に遭われた際、観光でね、ここ読谷村でね、この被災に遭われた際は、そういう、まあ、情報なども頭に入れていただきながら、ね、また速やかに行動していただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。さて、話は変わりましてですね、はい、このコーナーは、まあ、読谷村の、まあ、自然だったり、ね、観光スポットだったりお店紹介をしているわけなんですけども、今日はですね、また話をちょっと変えまして、ね、今日今朝の新聞に載ってたんですけども、ね、沖縄県、そしてここ読谷村もそうですけども、ね、もう年々、ね、観光客の方が増えてるということで、まあ、この、ね、インバウンドの方も、ね、増えてる、まあ、データが、ね、出てきていますけども、そんな、ね、観光庁の、外国人消費動向、調査2017年10月から12月の2ヶ月ですか ね、データをもとにちょっとねご紹介されている記事がありました。外国人客インバウンドの、ね、旅行消費額は、ですね、4兆円かなとなり過去最高となっていますという、ね、記事が書かれておりますね。まあ、アジア諸国の、ね、この外国人の方がね、特に伸び率が、ね、すごいらしいですね。はい、内訳を見ると買い物、ね、買い物代が消費総額の 51.8% と、他地域に比べて、ね、伸びているらしいですね。まあね、このアジアの皆さんとか、これね、ヨーロッパの皆さん、またね各国でね、この観光の目的も、ね、違くなっているということで、まあね、本当に日本からも近い中国、香港、台湾、韓国の皆さんはですね、まあ、旅行もそうなんですけども、ここ沖縄県で、ね、本当に何だろう、買い物、ね、いわゆる爆買いという、ね、ちょっと、言葉もありますけども、最近では、ね、中国人旅行者が、まあ、この以前は、ね、家電製品を大量に購入するという、ね、テレビでも取り上げられてたんですけども、最近はです、ね、あの実用性、なんだろう、実用的で単価の低い日用品への、ね、拡大が広まっているそうですね。はい、で逆にです、ね、このなんだろう、アジア諸国以外、ね、ヨーロッパとかそういうところの、皆さんの観光目的は、まあね、まあ、買い物もそうなんですけども、ね、比較的に、長期の滞在で歴史や伝統文化体験などを目的とする、ね、観光者が多いらしいですね。はい、まあ、そういう、ね、記事が今日琉球新報に掲載されてましたので、ね、軽くご紹介いたしました。確かにね、はい、私出身西原なんですけども、ね、たまにあの那覇の国際通り行くんですけどもね、地元の方っていうよりかはほぼ、ね、なんだろう、
観光客プラスね、このインバウンドのね外国の方が多いなっていうイメージですね。ね、本当ね、歩きながらもね、このいろいろなね、この外国語が飛び交ってるっていうかね、いろいろ耳に入ってくるんですけども、ね、そんな本当に伸び率がある、ね、観光沖縄県、はい、ぜひ、ね、またそういう、ね、データも上がってるよということでね、頭に入れていただきたいなと思います。そしてですね、こちらの情報も、ね、私も最近知ったのでお届けいたしましょう。昨年ですね、昨年取ったデータなんですけども、ですね、沖縄総合事務局は、昨年の2017年だからちょうど1年前ぐらいかな、外国人観光客の食品に関する消費調査の結果を公表したということで、クルーズ船と農産水産物直売所で購入した商品を聞いたところ、それぞれで黒糖がトップで2位に紅芋菓子が続いたということで、はい、購入したかったがしなかった理由の品目の問いには、はい、ね、いろいろなデータが上がってきてるんですけども、はい、1位がね、まだ黒糖、2位が紅芋菓子ということで、はい、ね、すごいですね。まあ確かにね、黒糖商品って各ねお土産品店でもね気軽に買える、ね、場所にあって、ね、そういう値段もね、お安くなってますからね、外国の方にも人気なんではないでしょうか。そして2位に紅芋菓子ということで、ね、ここ読谷村も紅芋を使ったね、そういうお土産の、ね、お菓子がいっぱいありますからね、ぜひ、はい、紅芋菓子もね、このお土産にいかがですか。はい、ね、本当にもう最近のね、観光客は、まあね、インバウンドの方も増えてきてますからね、ここ読谷さんでも多いですよ、連日ね、今日もこの紫村にね、この外国のお客さんでしょうか、ね、入っていく様子が見受けられましたので、はい、そんな、ね、観光でここ読谷村に来ている皆さんもね、ぜひここ読谷村もいっぱい楽しい場所ありますからね、自然、ね、文化、歴史、ね、また、観光スポット、美味しいお店どころいっぱいありますから、はい、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。それでは、CM を挟みまして、まだまだ続きます。観光情報番組読谷ラジオです。連想レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。
瞑想レンタカーラジオドライブマップ。このコーナーは沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーとなっております。さて、観光客の皆さん、レンタカー借りる際に沖縄ドライブマップというものを、手渡されていると思いますよ。ぜひ、活用していただきたい、沖縄ドライブマップでございますけども、中の方にはですね、いろいろなお店が紹介されております。そして、旅先での不安な運転ですね運転って言った運転ですね、ここに注意ということで、細かく、注意事項なども、掲載されておりますので、目を通してくださいね。ぜひ、知っていると知らないとでは楽しみ方も変わってきますからね。ここ読谷村のインフォメーションといたしましては、22ページに掲載されておりますので、さまざまな観光スポットを紹介されてますね。残波岬、残波宇富寺市、富谷漁港、崎見城市、八千文の里、赤インコ宮、戸口ビーチなどね、魅力がいっぱいな読谷村でございます。ぜひこのラジオを聞いている観光客の皆さん、読谷村に、車を走らせ、また観光していただきたいなと思いますよ。ただいま読谷村ウェルカムプレゼントも実施中です。ここ読谷村のパワーアップキャラクター読谷の、ティッシュボックスケースプレゼントしちゃっております。でもですね、この沖縄ドライブマップを持って、読谷村地域振興センターの3階にあります、FM 読谷本スタジオの方にね、この沖縄ドライブマップを持って、来るだけで、ただいま読谷村ウェルカムプレゼント差し上げてますので、ぜひ旅の記念にこちらの方も持ち帰っていただきたいなと思います。以上、瞑想レンタカーラジオドラララララ、以上、瞑想レンタカーラジオドライブマップでした。お届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、早いもので、もうこの時間となりました。さて、メッセージ来ておりますのでご紹介いたしましょう。ラジオネームベニーモダンさんですね。いつもありがとうございます。おはようたっちゃん、水中ビーチフォト素敵ですね、ということで、メッセージ届いております。本日の読谷ラジオ、本日読谷なんでも調査団でね、今日はですね、ダイビングハウスチャバグアーさんで体験できる、水中ビーチフォトという体験を、お届けさせていただきましたけども、ここ沖縄県の綺麗な海、そしてここ読谷村でもいろいろな素敵なビーチありますよね。そんな中で、水中ビーチフォト、ぜひ皆さん試してみていかがでしょうか。本当に女性ならドレス、男性ならタキシードですね、来て、水中の中でまた、インスタ映えするぐらいの写真が撮れるんではないでしょうかね。本当に写真見たんですけども、本当に海に浸かってましたむしろ全身なんかも水中の中で写真もう撮れるらしいですね。ぜひ、なかなかできない体験だと思いますので、気になる方は、読谷村とけしにありますダイビングハウスチャバグアーさんですね、ダイビングなども、同時にできるということなので、ぜひ、今日みたいな、晴れた日には、ダイビングなども一緒に、体験してみたらいかがでしょうか。よろしくお願いします。
そしてですね、今日までの、はい、締め切りのイベントといいますかね、ちょっと情報がありますので、こちらをお届けいたしましょう。ですね、読谷夜明かりフォトコンテストということで、2月の25日でね、第3回琉球ランタンフェスティバル、ね、長期にわたってね、素敵なイベントが開催されてたわけでありますけども、その時に皆さんね、会場を訪れていろいろな写真撮りませんでしたか。あなたの思い出の1枚を募集中ということで、読谷夜明かりフォトコンテスト今日までとなっておりますね、応募締め切り。はい、読谷夜明かりプロジェクト期間中に読谷村で見つけた明かりをテーマとした写真を募集します。で、写真にまつわるエピソードを添えて素敵な商品をゲットしましょう。で、応募方法、ね、スマホから一眼レフまで種類は問いません、お気楽にご応募くださいということでね、はい、ぜひ気になる方は、ね、読谷夜明かりフォトで検索していただいて、ね、また詳細、ね、送り方などね、はい、調べていただきたいなと思いますよ。いいですね、私も期間中に何度か足を運んだんですけども、写真いっぱい撮りますよ、ね、ぜひ応募してみようかな、ね、素敵な、また商品が当たるということで、はい、参考までに、はい、撮られた方はね、興味ある方はまた本日までということなので、はい、応募してみてください。それではお届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオですけども、ね、3月11日、ね、忘れられない、ね、そんな3月11日になりますけども、ね、それでも、ね、前を向いて、ね、頑張らないといけないですね。はい、ということで、沖縄県そして読谷村は今日もね、いろいろな場所でイベントもあるのかな、ね、ただいま行われているイベントといたしましては、目の前でね、本当に、ドリフト、スーパードリフトのイベントがね、はい、開催中でございます、ね、まあ、地元の方だと思うんですけどもね、人もにぎわっていますよ。ぜひね、1000円入場料1000円ということなんですけども、興味ある方は来ていただいて、ね、また迫力のある運転をね、体験というかね、間近で見ていただきたいなと思いますよ。その後にですね、ここ紫村さんジャナ亭だったり待機でね、またお食事どころもありますからね、はい、お昼時またご利用していただきたいなと思いますよ。そして園内ではですね、32の工房そして101の感動体験ができる場所ということで、ね、ここでしかできない体験もいっぱいございますのでね、はい、ぜひ、まあ、地元の方も再発見ということでね、はい、家族などでまた来てみていただきたいなと思います。よろしくお願いします。それでは明日もやりますよ、観光情報番組読谷ラジオ、365日毎朝9時から生放送で、体験王国紫村からお届けしております。ね、はい、今ではね、糸村さん、ナビゲーターの糸村さんも卒業して、ね、正康さんで、私そしてはじめちゃんこと山内はじめさんで、そして毎週土曜日にはあけぽんさん、ね、4人でね、お届けしています観光情報番組読谷ラジオです。ぜひ明日もやります、聞いてね。ということで、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りしました。それでは本日も沖縄県そしてここ読谷村にメンソーレ、バイバイ。